もっと切れるカステラ包丁があるといいなって思ってたんで、ぜひ一回試したいなって思ったのがきっかけですね。やっぱまずはよく切れる、この波場のこの威力っていうのはすごく感じた。ただカステラを切るには下に敷いてある紙を切らないといけないので、まあ、そこがやっぱネックで、現状の元々のものやったら切りにくかったんで、まあ、ちょっとねアレンジをしてもらったっていう感じですね。ストレートプラス R をつけてもらって、まあ、研いでもらってっていう、あれで紙切れるようになったんで、まさしくカステラにすごく適したモンスターのアレンジバージョンになったと思います。仕事の効率は良くなったかなと思いますね。完全に冷めてから切ろうと思うとやっぱり4時間ぐらい待たないとカステラが落ち着かないので、まあ、そこがまあ2時間ぐらいで、まあ、切れる、結構大きいなと。あくまでもうちのカステラの場合ですけどね。カステラ本当にガンガン売るようなところで、毎日例えば本当にこういう釜が2つも3つもあって、まあ、1つの釜に1人絶対いるんで、あるんですよやっぱそういうところが。見学できるところで見たことあるんですけど、やっぱ3人ぐらい並んでカステラを焼いて、もうそういうところだったら本当に並べて刃が動いているところにこう通していって切れるみたいな、そういうのもあるけども、まあ、うちらはまあそこまで必要ないで、まあ、基本的には手で、まあ、切るっていう感じですね。いや本当にいい包丁を紹介してもらってよかったです。